皆さんおはようございます。8月も折り返し地点まで来ましたけれども、暦ではもう秋になっているんですけれども、そんなことをみじんも感じさせない暑さ、残暑が厳しい、今日この頃です。先週も日本各地で、熱中症で倒れられた方、また亡くなられた方まで出ていると。本当に、皆様毎週言ってるんですけども、教会に来るだけですね、皆さんかなり汗をかいて来られているのではないかなと思います。ぜひとも水分補給だけではなくてですね、塩分も摂取して、忘れないでいただきたい。これが9月ぐらいまで冒頭の挨拶になるんじゃないかなと思うんですけども、今週はですね、日本においては66回目の終戦、敗戦の記念日であります。そして、今週は8月16日はですね、京都の、送り火があります。で、花園教会において今週はですね、関西学院の子が50人来てここに泊まります。で、送り火を見て、去年も送り火を、40人の学生が見たんですけども、去年はですね、その関西学院大学の子たちはタオルを売って、尼崎まで去年来たんですね。京都の人たちと、あとは姫路からスタートするという、自転車で回ってタオル、 NGO のソルトのタオルですね、フィリピンを支援するタオルを販売するために、まず京都のメンバーは京都から拠点として行ったんですけども、去年は送り火を見せてあげたんですね。そしたら学生たちが、姫路コースはやめて京都のコースから始めようと、で、送り火を見ようということで、もう全員集結して、今度は50人全員がここに泊まることになりました。なかなか50人全員が見れるスポットっていうのはですね、なかなか難しいんですけども、なんとか確保して見せたいなと思ってるんですけども、その送り火を見た後で、私の活動している東日本大震災のプレゼンを1時間ほど聞いて質疑応答しようと思っています。そしてその次の日からですね、私はもう2トントラックで、被災地まで向かいます。10時間か12時間ぐらいだと思うんですけども、向かおうかなと思っております。この8月というのはですね、敗戦記念日でもあり、また平和について特に考えさせられる月であります。今回は、今年は東日本大震災を受けて、この鎮魂と霊を、魂を鎮めるというのがキーワードになっているようです。連日テレビでもですね、この鎮魂について、話題に上がっています。もうお盆ですからね、いわゆる。しかし、それにしても今回のね、皆さんもよくご存知の送り火の問題は皆さんよくご存知だと思うんですけども、まさに人間の弱さが露呈した問題であるなと思いました。まさに恐れ、知ること、知らないことにおける恐怖といいますか、パウロは罪の支払う報酬は死であると言いました。私たちはまさに、私たちが恐れる死の力が引き起こした、勇気を添えさせること、失望、不安、死はこのようなものを引き起こさせる。そして今回ですね、それがこの放射能の風評を生み出した、被災地の薪を使うことに反対した、京都市民の声として、放射能汚染が失敗である、琵琶湖の水が飲めなくなるという抗議が寄せられたということでありました。私はこの放射能汚染とは違う、今の琵琶湖自体の問題、汚染の状況を分かっていてこの人発言しているのだろうかと、私自身は耳を疑っているんですね。本当に琵琶湖自体も汚染されているわけですね。で、ともあれ、私から言わせると浅はか
です。すべてが。この大文字で焼く計画自体もですね、この本当に被災地のことを考えてやり始めたのか、まあ、私は疑問でなりません。まあ、テレビ CM や番組でもですね、よく頑張ろう日本、頑張ろう日本と騒がれているんですけども、じゃどれだけマスコミは頑張ろう日本と言って取り組んでいるのか。まあ、今回、まあ、セシウムがですね、まあ、検出されたということで断念したとあるんですけども、まあ、その後、このセシウムが検出されて断念したということに対して、じゃどれぐらい抗議が来たのかなと。私は気になりますね。一回辞めた時にはセシウムは禁止されなかったということで、すごくもう抗議が来た。今回の断念でどれぐらい抗議が来てるのかなっていうのはすごく気になります、私的に。それでじゃあこのセシウムが検出された今回の幕はじゃあどう処理されるんだろうかなっていうのもまあ気になりますね。多分マスコミは出ないと思います、この方法は。知らない間に、また私たちがこの話題を忘れた頃に、多分ひっそりと処理するんだろうと思います。私たちは本質の放射能に、本質の放射能ですね、原発に依存している社会、また根本の原発の問題であったり、福島の問題、被災地の状況について考えるのではなくて、はっきり言って、浅はかな同情と、浅はかな優しさを、まあ、演出をしようとして、まあ、どうでもいいことをですね、マスコミを通して私たちはまあ踊らされているんだと私は思うわけです。どうでもいいんですよ、はっきり言って。そんな送り火の問題なんていうのは。もっと根本的な問題がある、被災地には。私たちの隣人を愛することというのはどういうことだ、事柄なんだろう。そのことを考えながら聖書を見ていくとですね、イエス・キリストは当時、まあ、昔の、この今の新改訳もそうだと思うんですけども、雷病と、まあ、今言ってハンセン氏病ですね。まあ、差別用語ですから、雷病っていうのは。雷病と言われた病気の人たちのそばに行き、その手を取られたと言われるイエスは。まさに今で言えば、放射能と同じくらい恐怖をもたらす存在であったんです。当時、もうそれ以上かもしれません。まあ、病気と恐れられて、まあ、ハンセン氏病の、まあ、差別用語で言えば雷病の人たちは隔離されて、差別され、抑圧された病気である。日本においても隔離され、まあ、実験台になったという歴史もあるわけですね。不治の病と言われるわけです。イエスはそこに、そんな中に自分から飛び込んでいくんですよね。私も今回の問題を通して思いましたけれども、私たちは自分たちがどうすればよいかわからないときにはですね、落ち着いて、まあ、聖書を読み、福音書を読んで、主イエス・キリストの足取りを見ていくことが、必要なのではないかなと思うわけです。今回の送り火の問題にしてもですね、ある専門家はこの送り火の問題についてこう語っていました。まさにセシウムというのは神聖なものを汚すものだと判断されたことも考えられるのではないか。つまり送り火というのは神聖なものですよね。そこに対して、まあ、汚れが、セシウムという汚れがついた。この汚れという概念はですね、旧約聖書の時代にもありました。もうレビ記なんて見るともう顕著ですよね。汚れに対しては、汚れに対してどう清めていくかっていう、その方法まで全て記されているわけですから。けれどもその概念というのはですね、この汚れという概念は今も形を変えて受け継がれているんです。レビ記なんか見ると露骨すぎてですね、これは女性の方を見たらかなり不快になるんではないかなと、まあ思うんですけども。でも現代にあっても、実はその汚れに対する考え
考える方向が変わっただけでなくなってはいないんです。私は今回の件でつくづくこの社会というのは、立法の社会であり、教会自体もそうなってしまう可能性はいくらでもあるなと思いました。でも私たちはですね、これだけは知らないといけない。主イエス・キリストというのは清いものであった。まさに聖なるものであったにもかかわらず、十字架という一番汚れたものにですね、ついたということなんです。まさに自ら主なる神に祈られた後に、主なる神を信じて、その汚れた道、その死の道へとイエスは歩まれたということですよね。ヨハネの黙示録を見ましょう。ヨハネの黙示録の12章の10節から11節まで、一番最後です。ヨハネの黙示録12章10節から11節、449ページですね。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。イエス・キリストは全然私たちの汚れの概念とは違うわけです。まさに私たちが汚れる、血は汚れるという考え方をしますけれども、でもこの黙示録にあるように子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った、ね、まさに私たちが汚れると思うことでさえも主イエスはなされたんです。もう一つヨハネの黙示録を開けます。5章の9節から10節、黙示録の5章の9節から10節、442ページ。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。まさに私たちが汚れるという事柄でさえもイエスはなされた。ではなぜまさに私たちが汚れると思う事柄でさえイエスはなされたのか。今読んだこの御言葉にあるように、この子羊の血ですね、ほふられて、これはイエスのことですが、この自分の血、私たち、そして私、そしてあなたの罪がここで言う、あがなわれる、きれいさっぱり、白く清くされるためである。これが、私たちは汚れると思うことだからでさえイエスはなされた理由、ね、まさに神聖なものが汚れると思う私たちの考えに対して主の思いは超えている。逆に主イエスの血によって私たちは清められた。逆なんですよ、私たちの考えがあると。そして私たちにもイエスの復活の恵みが与えられ、私たちも永遠の命へと預かることができる。今回の京都の送り火の問題ですね。問題というのは、私たちの信仰にはもともと
魂を鎮めるという考え方はないということを皆さんにメッセージしてきたと思いますけれども、主の恵みがイエス・キリストの十字架と復活を通して、主の恵みがその魂に与えられていると信じているから、まあ霊を鎮め、私たちの力で霊を鎮める必要はないって私たちはもう言ってきた。霊を鎮めるということはもう悪霊にならないためにこう鎮めるためでしょ。私たちはそんなことは考えない。主の恵みによって与えられているんだ、すでに主の恵みがその魂に与えられているんだと私たちは信じるわけですから、まあ、この送り火の問題というのは関係ないといえば私たちには全く関係ないんですけれども、でもこの鎮魂という事柄考えにおいて、結局は私たち人間はですね、律法の中にあるんだ、汚れという概念の中で、まあ、この社会というのは考えられているんだということをですね、私たちはよく分かったと思うんです。この社会、ただ私たちキリスト者はこの社会に生きる中で、この世に対して敵対することはなかったとしてもですね、やはり、まあ、わざわざ敵対する必要はないんですけども、やはりしっかりと私たちの信仰は何であるのか、主イエスが示された十字架と復活とは何であるのか、しっかりと私たちは知る必要がある。それを知らないと私たちというのは、ね、揺り動かされるんですね。今回の問題にしても社会の問題は大きい。さっき賛美歌で歌いましたけども、世の中の勢いというのは強いわけですから。でもそれでもなお私たちはこの主イエスが律法に生きなかったように、私たちは復活の光、真理の自由の中にあるですから、まさに復活の光を信じて聖書の御言葉に耳を傾けて見聞きしてほしいんですね。私たちに必要なのは律法ではありません。今日の御言葉を言いましょう。ロマ書の13章の、ね、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。久しぶりに私ローマに戻ってきました。5月前メッセージ来たら6月に1回やって、久しぶりにローマに戻ってきたんですけども、ここだけを読むと、何か聖書を読むときに、ね、どちらかというと従いなさいって書いてあるから、有無を言わさず従うことが大事なんだと私たちは思わされ、やはり私たちは律法に戻っていく必要があるんだと感じてしまいます。けれどもドイツの神学者カール・バルトはですね、この箇所についてこう言ってるんですね。すべての人は人間の計算そのものがどんなに間違ったものであるかをよく考えなさいと、ここの御言葉では記している。つまり権威に従うということは従わないことである、彼は言う。私たちにおける権威とは何でしょうか。相手をがんじがらめに抑圧して従わせることが、それが権威なのか。まあ、イタリアのアシジという小さな町で貧しい人々のために奉仕、生涯を捧げたフランチェスコという人がいるんですけども、まあ、彼がやったというよりは、その彼の精神になぞらえた聖フランチェスコの平和の祈りというものがあります。これはよく平和のこの8月に祈られるカトリックのプロテスタントでもよく紹介される祈りなんですけども、その祈りはこういうものですね。主よ、私を平和の道具となさせてください。私にもたらせてください。憎しみのあるところに愛を、罪あるところに許しを、争いのあるところに一致を、
誤りのあるところに真理を、疑いのあるところに信仰、絶望のあるところに希望、闇のあるところに光を、悲しみのあるところには喜びを。ああ主よ、私に求めさせてください。慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。人は自分を捨ててこそそれを受け、自分を忘れてこそ自分を見出し、許してこそ許され、死んでこそ永遠の命に復活するからです。まあ、こういう祈りがあります。これが権威に立つ者、まさに主イエスの恵みに預かった者の権威なんだと思います。でも私たちはですね、この祈りを聞くとですね、自分にはできないとつまずくんですね。今日ちょっと聖書の箇所を開きますけれども、ロマ書の7章の15節を見てください。7章の15節、275ページですね。これ皆さんで読みたいと思います。ロマ書の8章の、あ、失礼、ロマ書7章の15節ですね。1、2、3、はい。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私には自分のしていることが分からない。あのパウロですら確固たる決意、信仰を持っていながらこう語るわけですね。そしてこうも続けているわけです。自分が憎むこと、私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。キリスト者になるということはですね、完璧になることではありません。この箇所にあるように、聖書のイエス・キリストが説かれている福音を知ることによって、何もできない自分を知って、まさにここで言う、分からない、分からなくなることなんですね。キリスト者になるってことはですね、分からなくなる。これはどういう意味かというと、罪を知るってことなんです。罪を、つまり私たちの罪を知るということなんですね。罪というのは、私たちは簡単になんかこの刺したりだとか、そういう目に見えるものを罪とします。それがゆえに自分にはそのものはないというわけです。差別もそうです、罪です。誰だって差別をしたくてしている人はいないと思うんですね。今回の放射能の問題で分かったと思いますが、誰でも簡単に差別者になれるんです。これこそまさにパウロが言う、このちょっと17節言いますけれども、ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。誰だって差別者になれるわけですよ。今回の送り火だってみんな差別者になったわけですから、簡単に差別者になれるわけです。被害者に対して自分にはない恐れから生まれる、その恐れによって抗議して、そして罪があらわになって、結局は被災地に対しての人たちに対して傷つけたというわけですから、まさに私たちは知らずに行っているんですよね。まさに17節、もう一度皆さんで言いましょう。17節1、2、3、はい。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。パウロはこの世にいる限り、罪の法則の中にあなたは置かれてしまっていると言います。心の中でいくら主を賛美して祈って、主の福音に喜んでいたとしても、けれども
その心を覆うように罪が支配してしまっている。罪がこのように支配してしまっているからこそ、私たちはどんなに精神統一をしようが、苦行しようが、修練しようが、それは到底突破できない。まさに罪というのは鉄壁ですよね。打ち崩すことのできない、突破できない。パウロの言葉を見て、もう少し見てみますと、18節から25節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。皆さんどうでしょうか。私たちは生きている限り肉では罪の律法に仕えている。まさにどうしようもない罪の法則が私たちの前にはあるとパウロは言っています。しかし私たちキリスト者はですね、それでは終わりません。今このパウロの示している、今読んだ箇所というのは、主の言葉なしにイエス・キリストを私たちのうちに、そう、あなたの中に引き入れてない時の話ですね。ここに書いてある、私の中には善は住んでいない、ここに書いてある。主の言葉なしに、主イエス・キリストを住まわせていないときに、自分が惨めな存在だと知ったとき、そこに生まれるのは、絶望、失望、そして死だと思います。そして自分を今救ってくれるのは、死ぬことである。今自分を救っているのは死ぬことだと、幻想を、そんな幻想を真実であるかのように感じてしまうんだと思う。まさに被災地で起きる後追い自殺の問題というのはここにあるんですね。本当に。でも私たちは違うわけです。8章の1節から3節ですね。一緒に読みましょう。8章の1節から3節。1-3、はい。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。この2節。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。これが私たちなんです。例の法則、イエス・キリストの十字架と復活の恵みが、罪と死の法則を
ぶち壊して、鉄壁だと思ったものをぶち壊して私たちを解放された。多くの人はこの罪の、自分は罪深いで終わっちゃうんですよね。キリスト者であっても。でも私たちにはこの8章の一節からあるように復活の光が与えられているわけですから、私たちはしっかりとここを握りしめなければなりません。いいですか。あなたはイエス・キリストの十字架の血と復活の光によって罪と死から解放されていると聖書に記されています。だから誰かに私たちの魂を沈めてもらう必要はないんです。私たちには霊を沈める鎮魂も必要としないんです、ね、私たちにあるのは解放された喜びなんです。私たちはしっかりとそこを抑えなければ、死の力が引き起こす勇気、喪失、失望、不安に取りつかれてしまう、その虜になってしまう。これは今回の送り火の問題をはじめ、風評を信じる差別をする人々には伝えたいことですね。また あとある信仰系のキリスト教の団体がですね、最近アフリカから、なんだっけ、名前を忘れましたけど、今一瞬忘れましたけども、呼んできて、まあ自分の、このイエスに会った出会いから100人のね、死人から蘇らせたっていうその牧師が来てるそうなんですよ。本当にはっきり言ってキリスト教でも教会でもですね、謝るわけですよ。はっきり言って昔はですね、まあ、ベニヒンとかそういう癒し系の集会が多かったんですけど、だんだんそれが今廃れてきたんですね。そしたら今度はちょっと違う風を変えて、この東日本大震災があったからなんでしょうか、死人をよみがえらせたという牧師がアフリカから今来て、全国回ってるんです、ね、そういうのはあるんです。私たちはですね、しっかりとですね、このじゃあどうしてそういう証を見てキリスト者が、クリスチャンがそこに行くか、死を恐れるからですよ。行くんですよ、死を恐れるから、不安を持つから行くんですよ。まさに罪で終わってるわけです、その人たちは。私から言わせると、復活を信じていないわけですね。ただ一人なんです、復活されたのは。イエス・キリストのみなんです。イエス・キリスト以上のものは人間にはない。私たちはここを信じなきゃならないですね。命の言葉社も今部数が減って、そういう人たちに買ってほしいかよく分かんないんですけど、そういうのを特集してるんですね。命の言葉社も落ちたなと私は思いますけども、でも本当にこの死の引き起こすというのは、本当に私たちの知らない間で不安と失望と、そして勇気を喪失させてしまうんです。その支払う報酬が死であるとパウロは多く語っているんですから、私たちはしっかりとですね、このパウロがこの語っているように、この聖書の御言葉に、十字架の血と復活の光によって罪と死から解放されているということを、私たちはしっかりと掴まないと、キリスト者と言いながらも私たちは揺れ動くんですね。それぐらいに世の中も、教会も律法に生き、そして惑わされてしまう。しっかりと私たちは見ていかなければならない。今日のテーマである従うこととは従わない、従うこととは従わないことというのは、まさにですね、人間を取り巻く罪と死の法則に私たちの肉体は従ってしまったけれども、主イエスの血によって、霊によって、私たちはこの世の法則に従わないということです。バルトは言いましたね。人間の間違いに気づくことなんだって言ったわけです。権威を知るということは人間の間違いに気づくことである。つ
つまり神の権威、十字架復活の光という権威を知っていたら、私たちはしっかりとその権威に従うとき、人間の間違いに気づくことができるということなんです。いいですか。誰一人としてイエス・キリスト以外に正しいものはいないんです。ですからこの世での絶対はありえない。絶対と言えるのは、主イエス・キリストの十字架と復活のみなんです。ですから私たち、キリスト者は、このパウロの言うように、イエス・キリストを知る、十字架と復活の光を知ることによって、絶望だったものが希望に変わる。そして死が永遠の命へと変わるんです。私たちもですね、そろそろ部分的に、ここは神に頼って、ここは自分に頼ろうと、ではなくて、全面的に主イエス・キリストに頼る、委ねていきましょう。ここはイエス・キリスト、ここはちょっと自分で。私たちに従う、私たちは主イエス・キリストの権威に従うとき、自分が正しいものではない、間違いに気づくことができるんです。私たちの肉体の目で見る将来像というのは、いつでも不安が立ち込めているはずです。けれども、主イエスに全面的に頼る、復活の主イエス・キリストに委ねて見る未来にはですね、平安が生まれる。また間違い、自分の間違いに気づくことができる。私たちは間違いに気づくものとなりましょう。今の自民党も反省しないで、民主党も大連立とか言っているわけですね。反省もなしはあるんですよ、自民党は。自民党はこれまで原発行政については何の、石破さんはキリスト者です、あの人は。けれども、彼は、私はキリストじゃないと思ってますね。靖国参拝も含めて、彼はこういうわけです。自分たちもちょっとだけ反省するとかあるけども、一番悪いのは民主党だって彼は言ったんです。石破さんは。本当に自分の間違いを、この、キリスト者なのに気づかないですね。キリスト者でも気づかない。自分の間違いは、間違いじゃない。それはもっと悪いやついるじゃないかというわけです。これが日本における政治家のキリスト者なのかなと思って、私はもう愕然としてるんですけども。でも私たちは本当に一人一人、間違いに気づく。主イエスの十字架の復活を信じて、そこにのみ従いですね、間違いを知るものと、間違いを気づくものとなりましょう。それが私たちキリスト者。その時に未来が広がっていくんですね。今週も主の祝福が皆さんに大いにありますように祈ります。